というか実話なんですけどね先月私ここを、で出させてもらった日があるんですけどもね、帰りちょっといまいちな体調だったんですけど実は、急いで帰ったんですけどね。そうしたら、私藤沢周り、で平塚へ帰ったんですね。そして急いでたんで藤沢駅でとっとっとっとと乗り換えで、あ、電車来てると思って、精一杯急いで行ったらガシャーッと閉まりましてね。そしたら私ね、こう承知の通り棒持ってるじゃないですか。あの棒だけドアに挟まってしまったんですよね。そして、あ、どうしようどうしようとか思ってたんで、そしたら電車が走り出してしまいましてね。危ない危ない。私とっとカニさん歩きはしてたんですけど、ちょっと私転んでしまいました。あ、ごめんなさい、転んでしまいまして、そうしたら時間が時間ですので、周りに酔っ払いのおじさんがね、いっぱい集まってきて、なんで集まってきたかっていうと、すぐそばに駅の、駅員さんがいたらしいんですよね。で、なんで何にもしないんだと、で酔っ払いのおじさんが怒鳴り始めましてかばってくれたんですけども、そうしたら人だかりができてしまってね恥ずかしかったんですけども、周りに、いっぱい人が集まってきてしまいまして、一曲歌いますとも言えずにうまいなギターモスさんでね、一曲歌おうかと思ったんですけど、そうなんだろうね
駅員さんにあの駅のホームの中 の、 あの事務室長みたいなところに、ね、連れてかれてまして、いろいろ聞かれてしまって、年齢、性別、全てバレてしまいました。でもあの走り出して直後に、急停車したんですけど、すごい音がするんですね、警報がね、ババババババって駅中鳴りま響きましてね、ちょっと焦りましたけどね。あれもしも白杖後ろにね、杖じゃなかった、バッグや傘だったら罰金もんですね、きっとね。電車止めちゃいましたからね。そんな事件がありましたけどね。無事で良かったですね。良かったですよね。じゃあ俺の女という意味です。全然繋がりがない。繋がりがない。
張してる感じが、してましたけどね、いい緊張なんだか悪い緊張なんだか冷や汗なんだか、なんだかよくわかりませんかね、私はね、知ってます、緊張しないたちなんですよ。すげえ羨ましい、羨ましい、すごい。なんでね、逆になんで、いや、ドキドキとかそういうのしないんだけど、体が緊張してる時あるよね、指が動かないとかね。緊張してんじゃんドキドキとかね、そういうのないんですよ。なんていうか、ちょっとね、きっとね、何も見えないからだと思うんだね。きっとお客さんがそっぽ向いてたりとか、するとそういうの見ちゃうとドキドキしちゃうかもしれない。だから私なんかも昼間、ね、昼間って私ちょっと見えるんですけど、昼間のライブなんかだとちょっと緊張したりするんですよね。いつも見えないものが見えたりなんかします。あなた見てますよ。ほんで、男の子の好みは今テレビの盛んですよね、ラグビーの選手たちね。これ、うん、これゴロ丸、ゴロ丸ね。あんな体でギューッと抱きしめられて、こう体ボキボキ鳴らしてもらってボキ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 粉々になるくらいに抱きしめられたら最高だろうなって思いますね。 M じゃないですか。何面白いじゃん。ちょっとね、私長年やってますけどもね、昔古い、古いというか昔はね、ギターで女性がもっとあんまり似合わないなってずっと思ってたんですよね。で最近結構路上とかライブとかでもたくさんいるんで、なかなかいいもんだなと、見え方が変わってきましたよね。私はどんな風に見えてるんでしょうか全身で勝負してますからね。歌はどうでもいいんですね。いや、一緒だそう「君の道にも」
あ、拾いますか。ありがとうございます。弦が切れる人はいないですけどね、絶対綺麗にやります。寂しそうにつぶやく。
願いします。ハチカコの曲です。板子さん、うまい、えー、イエイ、いやいやいや、かわいい。ありがとうございます。もう長年やってますんでね、いい年なんですけどね、頑張ってやりたいと思います。じゃあレディーボーイを最後の曲にします。Hey, game.